こんにちは、いくさん、メッセージありがとうございます。旅行中の東京、港区からお届けしています。このようにね、ホテルの一室で、向こうではテレビがついてたりするんですけどね。今、ヤフーブログのサービスが今年の12月19日に終わるということで、あと3ヶ月ほどあるのかなというところなんですよ。でぜひね、ヤフーブログの移行しているんだったら、移行しているところを動画撮影すれば、まあ、時間はすごくね、コンパクトにできるんじゃないかなと思います。まあ、私だったら1日1記事を読みながら、解説しながら移行するって作業をずっと画面キャプチャーするかなってことですよね。そうすると、例えば30日で30記事の移行ができるんですよ。で、ブログの方を300記事とか書いてたら1年かかっちゃいますけども、どうなんですかね。100記事とか上がってるのかな？わかりませんけども。まあそういうふうにして、せっかくある作業でしたら、その作業そのものを、まあ、動画化していくっていうのは別に悪い方法ではないかなと思いますよね。まあ、その他ね、これからも発達障害のこと、いっぱいね、エピソードがあると思いますので、どんどん上げていただいて、で、多くの方のね、手伝いというか助けになれば幸いだなというところでございますね。まあ、これからも動画の方をやってみてください。まあ、継続するのが何においても多分困難であるはずなんですけども、不思議な現象として、嫌な仕事はみんな継続してるんですよね。嫌なことは継続するんですよ。で、やろうと思ったことは継続しないんですよ。まあ、ここがね、くるっと入れ替わるといいのかなと思いますよね。またメッセージください。失礼します。